源道近は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての苦行。村上源氏小賀野流、内大臣、源、正道の子。かには、正二位、内大臣、右大将、増樹一位、小賀野屋四代。七朝にわたり奉仕し、村上源氏の前世紀を築いた。土御門の道近と呼ばれるのが一般的で、相当州などでは、 小賀の道下と呼ばれている。旧安五年に村上源氏の着流に生まれ、方言三年、十歳で死者により十五一下に除された。村上源氏は、堀川天皇の治世では、外籍として流星を極めたが、その後は、官員流に押されて、勢力を交代させていた。道下の父、正道は、トバイン世紀は美福門院に近似していたが、 後白川院政が開始されると立場を転換し、任南三年、後白川上皇の日、平重子の立皇に際して、皇太后軍大部となった。道近も、高倉天皇の戦争と同時に昇殿を許され、側近として奉仕した。道近の最初の室は、加山の院忠政の娘だったが、やがて、平の盛森の娘を二人目の室とし、天皇の背後にいる平氏との関係を深めている。 自称三年正月、倉人と頭となり、自称四年正月には三里、左この絵県中条となって区業に列した。自称三年の政変によって心ならずも政務を取ることになった、高倉天皇は二月に上位して、陰性を開始するが、道近は陰長別党として政務に、未熟な上皇を補佐した。道近は三月の五福島美雪や六月の福原、 戦土にも月下がったが、5月に起こった、持ち人王の挙兵を機に、全国各地は、動乱状態となり、11月には、平安景観ととなった。高倉上皇は、体調が悪化して、病の床に伏し、道近は、おししからぬ命をかけて、類比なき君が、およう持ちよになさはやと歌を読んで、海遊を祈ったが、自称5年正月、21歳の若さで崩御した。 道近は上皇の謹慎として祖福を賜った。長年上皇に仕えた道近は法業痛み、高倉院、上り霞木に愛説の情を綴っている。やがて平野清盛が死去して、後白河院が院政を再開するなど情勢は目まぐるしく変転するが、道近は特定の勢力の庇護に頼らず、隠語諸議定の場で積極的に発言を行い、 九時に精霊することで、朝廷内での存在感を高めていった。樹鋭二年七月の平家都内では、小白河院のとへ参入して兵士と決別し、八月の後鳥羽天皇の戦争では、仁義がないことについて、五冠の光、武帝、闘神の元帝が即位後に辞を得た例を挙げて、その実現に尽力した。十一月の宝十寺合戦に際しても、宝十寺殿に参入している。 その中金が認められ、元略2年正月に県中納言に昇進し、12月の源の頼朝による平等改革要求において偽装苦行10名の中に選ばれた。道地下には稲葉国が地行国として給付されたため、次男、道友を国司に推挙した。なお、この頃に後葉天皇の乳母、藤原の子を室に迎え、の子の連れ子である在庫を養女としている。 道下は、九条金真の内乱宣言及び折傷、富士市長者宣言において、情景を務め、金真も、道下の公ごとへの精霊ぶりを商用するなど、当初は、両者の関係は悪いものではなかった。しかし、保守的な金真の失勢下では、道下の昇進は抑えられ、県中納言のまま止め置かれた。文治年正月、下の九条義が超越して、 正二位に上ったことに抗議し、書式を辞して自らも正二位に除すことを求めたが、金真は前年に十二位に除した恩を知らないのは近中に異ならないと罵倒している。これを機に両者の関係は悪化し、道下は金真を追い落とす機会を伺うことになる。文治5年10月16日、道下は後白河井を小賀の邸に招いて、主事の沈没を献上した。 道下はさらに12月5日、後白河院の末の御子が内親王宣言を受けると、直別党に補ぎいされて後見人となり、聖母である単語局との結びつきを強めた。研究2年6月26日、近親内親王が隠号宣言を受けて、千明門院となると、道下は千明門院出自別党としてその火星を掌握し、院子に、子息の通州道友を登用する。 千明門院は、研究3年の後白河院法御に伴い、飲料の中で最大規模の長校同僚を伝領したが、これを実質的に管理した道地下は、飲料を治療する提心を自らの参加に組み入れて、大きな政治的足場を築くことになる。道地下は、研究元年の頼朝上落において、頼朝の右この枝商人間の情景を務めるなど、 関東の関心を買うことも忘れなかったが、頼朝の復讐、大江広元との関係強化を図り、研究2年4月1日、官令を破って、広元を名簿博士、左衛門の大尉に任じている。法王法御により、九条金真は、後鳥羽天皇を貢献、要して、調整を主導するが、古実宣令に、厳格な姿勢や、門伐重視の人事は、中、 下級貴族の反発を招き、次第に朝廷内での辛抱を失っていった。道近は金根に礼遇されている吉勝次流や、下重次流の貴族を味方に引き入れ、単語曲を通して大姫受代を望むよりともに、働きかけ、中宮の秀子を受代させている金座根との離間を図った。研究6年11月、県大名後に昇進し、さらに自らの養女。 在庫が巫女を産んだことで一気に地方を固めた道近は、研究7年11月、秀子を代理から退去させ、この絵元道を関白に認じて、金根を失脚させた。研究9年正月、道近は、先例や幕府の反対を押し切り、土御門天皇の戦争を強行した。新王宣言がなかったのは、公認天皇の例によるとされたが、藤原定下は、 公認の例によるなら、余計法王は、誰なのかと憤慨している。これ以降、道近は、外祖の豪を借りて天下を独歩するの体なりと、牽制を極め、源の広し陸と称されることになる。正治元年正月、道近は、自らの右この絵大将就任にあたり、頼朝の着子、源、頼家を、左この絵中将に昇進させることで幕府の反発を、 和らげようとしたが、18日になって、頼朝の重病気球の方が舞い込んできた。頼朝の死去が公表された後では、頼家昇進は延員せざるを得なくなるため、道近は臨時地目を急遽行い、自らの右大将就任と頼家の昇進の手続きを取った。定家は頼朝の死を知りながら見、ありの良しを称して地目を強行し、 その翌日に潮位を表して平門したことを希望の至りと非難している。頼朝の死は政局の動揺を巻き起こし、京都では一条、吉康の老党が道近の襲撃を企て、道近が隠語書に立てこもるという事件が発生した。大江広元を中心とする幕府首脳部は道近指示を決定し、道近排斥の動きは抑えられて京都は平成に帰した。 道下は土見門土において神殿を作り直し四則門を建てるなど準備を整え6月22日に内大臣に任じられた一方で成人した後鳥羽上皇の意向にも配慮して九条義経を左大臣この絵けを右大臣に据えることでこの絵九条両家の融和を図っている義経と家実は共に弱年であり道下が 実質的に大上官を取りまとめる形となった。この頃に、道近は松戸の元房の娘、医師を妻としている。正治2年4月、後鳥羽上皇の第三王子、主政親王が立大使すると道近は、東宮風となり、義定の藤原の光を、東宮助、着手の源の道照を、東宮健助に任じて、東宮坊を、村上源氏と高倉家で固めた。 兼任2年になっても道知地下は、幼女、在庫の陰謀宣言の情景を務め、名優のハムロムよりが造営した隠謀書、京国殿に参入して、上皇を迎えるなど、精力的に活動していたが、10月21日に54歳で、休止した。突然の訃報を聞いたこの駅実は、隠中所持を申し行うの人なりと日記に記し、朝廷は、 土見門天皇の外祖父として11位を追増した。後鳥羽上皇もお歌合わせを止めて、哀悼の意を表したという。道下の死後、後鳥羽上皇を監視できる者はいなくなり、後鳥羽陰性が本格的に始まることになる。道下は和歌の才能にも優れ、和歌書よりうどにも認じられて、後の新古今和歌集編纂に通じる新しい直線和歌集の計画を主導した。しかし、 新古今州の完成を見ることなく死去。去年54。新古今和歌集など多くの和歌集に道地下の和歌が採用されている。日付イコール旧暦長男、源、通州は三議制四位下左中将になったものの研究9年に31歳の若さで即挙した。だが、その娘、道子と土御門天皇の間から後佐賀天皇が誕生し、 道近の一族は、土見門、御佐賀の二代の天皇の外籍になった。その後、新たに台頭してきた西園寺家に押されて、道近時代の繁栄を取り戻すことはなかったが、それでも、道近の子供たち、道とも、道る、定通、通り方はそれぞれ、堀川や、小賀野や、土見門家、中院家の四家に分かれ、堀川家と土見門家は断絶したが、 小賀野家と中院家は、明治維新に至るまで加盟を存続させ、家族に劣せられた。なお、北畑家は中院家の、岩倉家は小賀野家の所流である。最も歴史に名を残したのは、道近と藤原子との間に生まれた、六尾である。幼くして、両親の死に遭遇したその少年は出家して道元と名乗る。彼が南宋から帰国して、相当州を開くのは、 道下の死から24年後のことである。ただし、道元の良心が誰であるかについては、諸説あり、道下と医師を良心とする、連山随法による定保本、県税域の記載の信用性には、疑義が呈されている。養子の将空は法年に、弟子入りし、浄土宗、西山三派の書祖となった。ありがとうございます。